12月は3人集結なの、久しぶりに。2年ぶりぐらい。2年ぶりぐらいに3人集結なの。テンション上がる。じゃじゃーん。もう本当に最近ここのね、化粧品にハマってる。めちゃくちゃね、可愛いんですよ、すべてが。で、後でインスタ載せよ。こんなやつに入ってて、もう最近ずっとアイシャドウが欲しくて、私多分言ってたと思うんだけど、アンプリチュードのね、可愛くない？めっちゃ色味、めちゃくちゃ可愛くない？化粧品ってどれくらいでなくなるの？完全になくならすことは意外とできなかったりする。女の子あるあるなんだと思うんだけど、めちゃくちゃ可愛いよね。なんかファンデーションとか下地とかは全部使うけど、アイシャドウとかリップとかそういうのはなんか意外とね、使い切れなかったりするもんなんですよ。それは女の子あるあるなんですけど、ファンデーションとか下地は結構使えるかな、最後まで。バレンシアガとグッチのコラボ、わかる、欲しいよね、かわいいよね。超かわいい。マスカラ買いました、買ってくれました。じゃん、もう魚あれた。ネイビーなの、透明感出るって言われて買ったちょろいでしょ。ネイビーなのマスカラ。チーク使うよ、最近使うようになった。明日使ってみる、ネイビー。なんてメーカー、アンプリチュードってとこ。めっちゃこれ、このファンデーションもともと使ってて、私めっちゃお気に入り。今までのファンデーションの中で一番好きなんだけど、ここのファンデーションが。だから他のやつも使ってみたいなと思ってて、そう、アイシャドウもずっとどれにしよう、ずっとどれにしようって悩んでピンとこなかったんだけど、これ見た瞬間に、あ、これだってなって買った、買ってもらっためっちゃ可愛くない？色、伝われ、可愛くない？色ピンク、今ね、あの BA さんに塗ってもらってる、お目目。かわいい。使うの楽しみ。明日マツパしてるよ。
ハリジェンヌしてる。これも買った。でもなんかこれさ、試しに塗ってみて良かったから買ったんだけど、そう、このまつげパーマの名前、マリジェンヌ、パリジェンヌっていうの。ホテル暮らし慣れっこだよ、もともと。これ試して使ってみていいなと思ったから買ったんだけど、時間経ったらめっちゃなんか変な感じになってあーってなっちゃった。今日このニットめっちゃ褒められた、店員さんとかに。ニット可愛いですねって。ありがとうございます。そんなかわいそう？ね、阪急百貨店いろいろあっていいよね。マッサージは明日行くことにした。レンズちょっとふきふき。はい、すいません。休憩あります。どうすか。ホテルってさ、低反発枕借りられるの？そうなんだ。もう反発枕毛反発枕ってありますかって聞いてみていい？すいません、毛反発枕って借りられますか？
枕ってありますか？え、ないんですか？どこのホテルにもありますよ、もう反発枕。今日さ、ヴァンパイアちょっとだけカラオケ行ったの、30分くらい。なんかエリザベスちゃんがバイバイしたくないって言うから、あ、じゃあちょっとカラオケ行こうって言って30分くらい行ったのね。それでさ、ヴァンパイアでさ、君のすべてを食らうまでぜキャーとか言いながらさ、なんか動画撮ってたらさ、動画回す、なんか動画、ま、私がヴァンパイアを歌ってたら動画を回してくれたから、そんなことしたらめっちゃすごい顔でめっちゃ面白い動画になった。絶対見せないけどね。絶対見せないけど超お気に入りの動画になった。なんか久しぶりに友達の前で暴れた。なんか昔はなんか私カラオケ系が得意なのね。カラオケだとそういうことができるのね。最近友達とカラオケなんて行ってなくて、なんか久しぶりに女友達と一緒に行って暴れられたから嬉しい。そう、なんか私カラオケでなんかカラオケ芸しかできないんだよね。君のすべてを食らうまで絶叫。めっちゃ白目向いてた、絶叫しながら。超笑った二人で。カラオケ今日する、多分するけど絶叫はしない。まあ隣の人に聞こえちゃうからね。エリザベスちゃんの由来覚えてない。本当に3年前ぐらいにさ、あのクリームソーダちゃんちからした配信で決めたくない、確か。カラオケボックスで配信するときだったらいいよ。さすがにね、ホテルで絶叫したらやばいから。今顔めっちゃむくんで、なんか太ってんの、食べ過ぎた、食い倒れ愛理ちゃんしちゃった。今めっちゃ太ってるよ、ほらむにーってしてる。足とかは太ってないけど顔が太ってる。大阪のたこ焼きだよ。たこ焼きはいらんか。1個5億。私 E ラインおかしい？ちゃんとこうなってる？もっと顎下がってないといけないから。
きたい。お水。今日は12時までは絶対やる。明日ね、短いんだよね。もっとここが下がってないといけないのかな、私の依頼。関東と関西でお水の味違うのって知ってた。そんなわかんない。なんか私さ、嘘なんかい、なんか私さ、水おいしいとか言っちゃうタイプの人なの。なこの水おいしいとか言っちゃうタイプの人なの。だから友達がそんな水おいしいとか言うんだったら聞き水できるでしょって言ってきたのね。だから何本かコンビニで水買って聞き水大会したの。そしたら一個も当てられなかった。言ったか。水道水しか分かんなかった。でエリザベスちゃんがくれた。かわいいよね。置いとこう。かわいいから。チョコらしい。かわいそうじゃない。この2つしかないや。あげるって言ってくれた。卒業公演、あれ来てたっけ。いや、卒業公演は来てないよ。エリザベスちゃんは卒業公演来てたのは高専時代の友達。くまちゃん、うん、食べられるよ。VS ダークライって何？みんな野球好きだな。今日のリセンさんかわいい。梅田と難波どっちが好き？梅田。昔からそう。高知にいる時からよく大阪行ってたんですよ。上村行ってない。こんばんは。ヘップハイブ行った。ヘップの横の服屋さんが好き。いっぱい詰まってるやつ。服のなんかストリートみたいな。若い子は南かと思った。
まあ、南とか南波とかの心斎橋とかあんま違いが分かってないまだそう違いが分かってないの。うん、南はどこなんだ。梅田の地下街で昔迷子になった高校生の時。こんばんは。サイリウム受ける。ダンちゃん、あ、ミックスジュース今日飲んだよ。あー、くまちゃんありがとう。俺とファイナルさんこれファイナルさんでこれカズセイさんね。ウケるんだけど。これね、謎の森のクマさんなんだよね。これ前も歌っておかしい曲になったよね。これなんかすごいよくわかんないやつだよね、確か。ある日、森の中、クマさんに出会った熊。
マジでわかんない。染み込んで心地よくて流す涙だけど私は滑らこ人に言えない過去がある。いろんなことに手を出した、犯罪、ギャンブル、膨らむ借金、私今追われている。だからあなたの邪魔になる。五山の夕方にゃお嬢さんお逃げなさい。そこらさささのさ、そこらさささのさ、君に助けられたんだ。初めてのぬくもり、あの日愛を知ったんだ。走ってく君の背中めがけて大きな声で無理し無理絞るように叫んだ。君を愛する者がいる限り走れ、突き進め、振り返るな。俺が守るから。残酷な銃声、あ、命の火が消えた音がした。熊が死んだと思いきや、ところが熊さんが後からついてくる。トコ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 のトコ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 ト、懐かしいぬくもりに包まれた。クマさん最後にこう言った、お嬢さん落ちなさい、ちょうど落とし物、白い貝殻の小さな家に一人ぼっちの私を強く抱きしめた。あの日受けたぬくもり、もう戻りはしないけど忘れないよあなたのこと。あなたのこと、私があなたを愛している限り走る、突き進む、前を向いて、過去は過去、あの日に変われたの、あなたがいたから。綺麗な花束と思い出が集まってるイヤリング、抱いてあなたの元へ会いに行こう。熊の墓で言いました、あら熊さんありがとう、お礼に歌いましょう。ララ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 。何やってるんだろう私、もうすぐ23歳になるのに何やってるんだろう本当に。何やってるんだろうね、我に返っちゃダメだよね。
みんなが我に返り始めた。やばい、みんなが我に返り始めてしまった。アンパンマン、あ、あー、アンパンマン、ゆらりゆらり揺れている乙女心ピンチ、かなりかなりやばいのよ、助けてダーリン、クラクラリン、何もかもが新しい世界に来ちゃったわ、たくさんのドキドキ乗り越え踏み越え行くぞ、バラないかバラいかバラライラカイカイコーの想いは止められない、もっと乙女自己パワーキラリにちょっと危険な感じ、バラないかバラいかバラライラカイカイモーもドキドキ止められない、もっとドラマチック恋アレルヤ二人だけのバラない、あのね、すごく近づいて乙女心チャンス、ハートハート飛び出そう、お願いダーリン、ハラハラリン、あなただけを見つめてる私に知らんぷり、気づいてほしいのよ、ときめきやきもき好きよ、バラライカバラいかバラライラカイカイソーの秘密を教えてよ、もっとオートミチックモード、キラリリやっぱ笑顔が素敵、バラライカバラいかバラライラカイカイヨー、そう見してちゃダメダメよ、もっとロマンチック恋さまらなかなでたいの、バラライで夢見る乙女なの、ピュアピュアな心で恋して愛して SOSOS、 バラライカバラいかバラライラ大会こうの想いは止められない、もっと乙女チックパワーキラリリン、ちょっと危険な感じ、バラライカバラいかバラライラ大会こうときめき止められない、もっとドラマチック恋アレルヤ二人だけのバラライカ、イエーイ、私まだ替え歌聞いてないよ。好き好きすふわふわふ、こんな気持ちメロメロディ、夢だけど夢
けしちゃいます。女の子って魔法で作られたの。好き好きそう、ふわふわふ、こなけ感じ、メロメロキ、夢だけど夢じゃない、お願いね、マイメロディ、マイメロだよ。なんか耳が短くなっちゃったんだけど、私はマイメロだよ。嫌いじゃないってよく好き、素直になってなれません。君の笑顔を見るだけでふにゃふにゃするの。それなのに、それなのに、憎まれ口落ちまくり、一人になって落ち込んで枕パンチ。マイメロディ、待って、わかんなかった。マイメロディ、本当の気持ち、風になってもうそぼりぼ。マイメロディ、歌え乙女心を、くるくる恋捕まえちゃえ、もう逃がさないから、ここへ来て。嫌いじゃない、辛いです、漫画になってなっちゃいます。女の子って不思議で作られたの。星空を越えて君の夢、もうちょっと前から入ってこないでよ。マイメロディー、ハートを見つけた、おい、ぐるぐる巻きしちゃうからね、もう覚悟しておいて、嘘じゃない、大人じゃない、乙女です。泣いたりだ、歌わないでよ、ちょっと邪魔なんだけど。女の子って魔法で作られたの。好き好きそう、ふわふわふ、おい、こんな気持ち、メロメロディ、夢だけど夢じゃない、お願いね、マイメロディ、マイメロディ。大丈夫かな今日。ねえ、マイメロディーいるんだけど、本物いるんだけど、どうしよう。ファイナルフォーソーだ。ファイナルフォーソーやってるマイメロディーがいる。仕事中なのに声出しておる。笑っちゃえ。ファイナルフォーソーのマイメロ、ファイナルフォーソー。ファイナルフォーソーしてるね。マイメロディーがファイナル放送してる。一人で仕事はすごい。マイメロ有料課金したのか。会えたのは僕だった、夜遊びでないことがさ、強いだけじゃないって君が言ってたからだよ。わかんないんだけど、ここ
怒られる？メッタよ。ダメだ。クロミちゃんできないわ。大丈夫かな？え、似てる？似てる？楽しすぎるんだけど。楽しすぎる。楽しすぎるんだけど。楽しすぎるんだけど、マジで。いい曲見つけちゃったね。もう一回解く？もう一回見て笑ってくれるの？もう一回聞いて笑ってくれるの？それならやるけど、笑ってくれないね。もうええもうええ。マジシラフだからね、これやばくない？これマジでシラフだから、やばくない？私やばくない？逆
に逆にやばいよね本当に。みんなこれあのあげるよあの三次会とかで使いな。やりなみんな絶対全力で。じゃあみんなのネタな、みんなは何してね、何をしてるのネタ逆に渡してよ。ちょっとでも酒入っててくれって思うでしょ。入ってないんすよソテチソテチだろ、ソテチだよ、ソテチ、私ソイッチャ、スイッチじゃない、ソテチ。しかもちなみに一人だからねこの場に。それもやばくない？一人かつシラフでこのテンションってやばくない？まゆゆさんのものまねできるのすごっ。ものまねのレパートリー増やしたいな。僕プーさん、プーさんの声わかんない。カラオケでうどんもの頼んでからご飯をおかずいいねそれ。プーさんだよ。そのままボッキに入り出版、仲間一人ビッグハブ歌えないやろ歌えねえわ。おいやべえ後ろからやっちゃった。こんばんは、はいこんばんは、車内は一気に温暖化、危ないもんないよね、はいあったらさ最後です。とりあえず見せて免許証、ペットボトルの横その辺も、君この髪何やっちゃった。これは荒手のティッシュです、ある意味薄型シップです。ポッケの鍵から元気なパケやっちゃった。ほら見ろいけんだろ、ヒヤヒヤもこいつでしくっちゃ天国近いかも、胃が痛いかも、あらららら、やっちゃった。いけんだろ、ヒヤヒヤもこいつでしくっちゃ天国近いかも、また曲よでも終わったよ、やっちゃった。彼女じゃないのでした合コン持ち帰ってなんちゃら、別れ際にバッタの模様でも彼女いるのロンロン、あげる気づくはずがねえ、ゆかりじゃね、バイト終わって帰る途中、前から来る女二人がね、楽しく、おゆかり、買い物してたの親友と、どうも、ゆかりの彼氏のどしでさ、ああ、秋っていうの可愛くない、いや、今一番会いたくない、一生なんだよ、大学が、開いた口が塞がらない、そんな目で俺を見るな、ねえ、ゆかり、私実は知り合いなの、そう、先週、